国鉄さんは8両へ到着のうち前4両が座席指定車、後ろ4両が座席指定券が必要です。指定券を持ち出ないお客様で特急列車をご利用ください。前4両の座席指定車には乗車券の割り座席指定券が必要です。指定列車をご利用のお客様は後ろ地元の和歌山産の食材を買いに行きたいと思います。東松江駅から徒歩20分なんで結構歩くんですけど、まあまあ頑張って歩きます。今んとこめっちゃいい天気です。面白い電車が先乗ってきた電車が10分ぐらいで多分目的地着くと思うんですけど、日差しがめっちゃ暑い。なんか駅から20分やと思っとったら15分で着いた。あ、よかった。直産市場寄ってって何しようかな。岡山といえばみたいな。でもちょっと量が多いな。これいいな。気づってないけど。和歌山さんのすごい渡りガニ。アイス。でかっ。タコもある。あ、和歌山じゃない。とりあえずこれ紀州の。ですけど、また15分ほど歩いて駅に戻って、そこからですね、加田の方まで行きたいと思います。さっきの産地直送のお店で、地元の人に話しかけられたんですけど、このリュックめっちゃいいねって、ずっと見てたんよって、めっちゃ褒められました。このリュックでももう今売ってないんですよ。この荷物が重すぎてちんたら歩いてたらあと10分しかなくなってしまった。ちょっと急がないと。まずまず無理着いた東松江駅。
原駅におるんで、ちょっと行くとこまとめてます。ここから旧加田警察署っていうところにですね行きたいと思います。そこはなんかレトロな建物みたいですね。明治から大正に建てられたって。見えてきました、旧加田警察署。結構古い建物、今あんまこういう建物なくなってきてるから。よし、でも道合ってんのかな最近行かれへんかったから、とりあえず行ったんやけど、適当にとりあえずこっち行ってみるか。多分やけど道間違えた、多分。どっち行ってんやろ今。この岸本商店って揚げパン、ここ、あ、ここあ、ここかあ、ほんまや、ちょうどここに来ようと思ってたこの辺だけ撮影してもいいですか揚げパン、あ、わかりますか。そしたらこれ一個ずつください。はい、今からどっかに、海の方まで、あっちの、あ、キャンプして泊まる。あ、そうなんですよわかりましたか大荷物やからはい、また来ます。ありがとうございます。どうも。ちょうどちょうど道を教えてくれた人がお店の人でしたあ、ここや、道合ってたんや。今わかりにくいけどめっちゃ雲行き怪しい。大丈夫か、大丈夫か。行こうと思ってたよもぎ屋さん、よもぎ餅屋さん閉まってました。残念。海見えました。磯の匂いがする。晴れた海を見る前に曇ってきました。曇りがち。もうちょっと頑張って進みます。いや海、あ、っていうか今日泊まるとこ着いた。誰もおらん。むしろ今日乾燥着いた。一人、あ、はい、どこに貼ってもいいそうですあの広すぎてどこに貼ったらいいかわからんけど、せっかくやから海の近く。やら、あれかってことは、誰もいません。海だずっと見たかった。もうちょっと天気がめっちゃ雲多くなって、天気がめっちゃ雲多くなってしまった。やっと見れた。やっと晴れてきた。晴れたら綺麗になる。買った揚げパン、見た、和歌山県産のみかんつぶつぶのジュース、絶対美味しい。これまずこれの方が喉乾いた。うま、最高。なんか暑いわ、日当たって一応影焼き。こっちがクリームでこっちがアンパンって言ってました。クリームいただきます。うん、おいしい。これ1個100円なんで、だから200円。
うん、美味しいこれ。うん。散るまでちょっとまだテントは立てんときます。持ってきてはいるんですよペグ、けど多分砂浜やから厳しいかなと思って、下引くやつ忘れました。なんかはなんかに落ち着かないなと思って、やっぱ忘れましたね。意外と入るやん、すっごいここは抜けそう、ね。まあ、これ夏用のテントもう使わんかなと思ったけど、夜そんな寒くならないみたいな。いつものラジオ何も入らんな。あ、ちょっとなんかいた。机、埋もれる。ほら、前よりはいいけど、これスミロゴス。タープ持ってきてないから日傘さしてます。めっちゃ変な光景やで。固形燃料うまくいかない。結局さっきのじゃつかなくってこれでやってます。やっぱこれぐらい火力あったあっという間や。そうなんです。夏こすぎてね、ちょっと丸ぐらい。激しめない。激しめですね。ちょっと最高、汗最高。汗最高。塩分補給中。舐められる。ものすごい舐める。ありがとうございます。じゃじゃ、紀州のですよ、ちゃんとちゃんと和歌山のです。虫飛んできそう。ハエが先からいっぱいおるもん。これそういや、オピネル、オピネル。ちゃんと網を持ってきてます。もう今めちゃめちゃ日焼けしてます。あ、これめっちゃくっつくな。これ下に落としたら最後。今日はもういつもやったら3秒ルールがあるんですけど、ここは砂まみれになるんで。早いな、焼ける。うわ、もういけるやん。いただきます。早っ。
絶対美味しいって。一味持ってくるの忘れた。一味うまっうまっうまっあ、次行くよ、次次行くよ。誰もいない誰もいない、目の前には海があるだけ。はい、とゆずのお酒、お酒やと思う。うん、意外と濃かった。おいしい。梅も買ったね。ちょっとこれ食べてみようかな。紀州の梅。うん。うん。酸っぱ。酸っぱいけどうまい。うん。今5時半前ぐらいなんですけど。でまあ、海水浴場なんですよ、もともとここ。そこが、まあ、キャンプ場として貸し出してくれてるんですけど、まあ、ちょっと人がいなさすぎて、まあ、ちょっと怖いかなと思いました。まあ、夜誰でも入ってくれるような状態の場所なので、まあ、ちょっと何かあったらっていうことを考え、何日も前から準備して、もうメモとか書いてきて、時間も調べてやってきたので、ほんまにめちゃくちゃ無念なんですけど、何かあったらっていうことをやっぱり考えて動かないとダメやと思うんで、ここで泊まるのをやめようと思います。和歌山市内の方に戻って、そこのホテルで泊まろうかなと思います。さっき予約しました。ちょっとめっちゃ無念なんですけど、仕方がないです。もう暗くなる前に片付けて帰って、めちゃめちゃ名残惜しいですけど、戻っていきます。この港の景色、夜良さそうやな。間違ってなさそう。なんか夕方のこういう路地ってなんかすごい懐かしい感じがする。なんかはい、戻ってきました。カダへまたお越しください。ここに戻ろう。疲れた。一人では十分の広さ。こじまりです。当たってた、ずっと火当たってたから、もうなんかすごい水分が取りたくて逆や。いただきます。はあ、うめえ。今頃その海辺で泊まってたはずなんですけど、なるほど。は逆に山奥とかキャンプ場で一人とかやったら折れたと思うんですけど、ちょっと海水浴場ってなんか夜に暴走族とかが来て花火ポンポンってぶち開けてるイメージがあって、誰もおらんからやっぱり危ないなっていうのがあって、まだまだですね。まあ、言うたら野宿みたいな感じですよね、ある意味。今回はですね、まあ、測ったところ 9.8g 程度やって、まあ、10キロ切ってたんですけど、砂浜やったんでプラスチックペグ、かなり軽いペグ持っていきました。ロゴスのミニミニかまどを持って行って、シュラフは夏用のシュラフなんで、普段よりかはかなり軽め。